この番組は今日もスポンサーの提供だ。お疲れ様はい、どうも皆さんこんにちは。マイスクリーム講師のデスの兄さんマホンでございます。本日もよろしくお願いします。今日はですね、ついにリンチの葉月さん、みんな大好きリンチの葉月さんがソロプロジェクトを、この度開始されたということで、これはちょっと一不安としてちょっとこれは動画を撮っていかないといけないと思いまして、その実際のねライブの映像が、葉月さんの個人 YouTube 公式 YouTube で上がっておりますので、それに対してのリアクションと、あとちょっとこう歌い方の解説なんかも織り交ぜて動画撮っていきたいと思っておりますね。あのリンチ葉月さんといえば ものすごい多彩な歌唱技術で、すでにめちゃくちゃ有名な方なんでございますけれども、一緒に見ていく動画の中でも、ふんだんに盛り込まれてると思いますので、非常にこの歌唱力アップというか、そのあたりに対してもすごく参考になると思います。ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。こんな感じでこのチャンネルでは日々発声関係のお話であったりとか、面白いアーティストを取り上げたりだとか、音楽関係のお話取り扱っておりますので、チャンネル登録まだお済みでない方はぜひよろしくお願いします。行ってみましょう。紹介するのが葉月さんの公式ですね。個人 YouTube の中にアップされている、ライブ映像になります。3月30日に渋谷のオーイーストで行われたライブですね。こちらでございます。曲名ヒロインという曲でございます。で、ソロプロジェクトってことなんで、他のメンバーさんサポートという感じになるんですけれども、メンツこんな感じです。いや、クソヤバメンツやんバグ技使って最強のパーティーにしましたみたいなまこのメンツの中で葉月さんの歌声が響き渡るわけですけれども、もう期待しかないですよね。もうこれは始まる前からワクワクでございますね。見ていきましょう。いちいちかっこいいおい、めちゃくちゃやろうぜ。そうそうそう、こういうサウンドなんですよね。ちょっとこう電子音みたいな動機が結構使われるんですよね。もちろんバンドとしてさっきのねメンツですしね、めちゃくちゃタイトなんですけど、そこにこう電子音とかが入ってきて、より自由度が増してるというか、これがもうめちゃくちゃかっこいいですよね。めちゃくちゃやろうぜ。吹っ飛びますね。葉月さんのヘルマンかっこいいですよね。めちゃくちゃ。エフェクトがかった感じですよね。 B メロとかこうサビに向かってジャンプでいうとこうしゃがんでる状態ですよね。ちょっと静かめ、まあ激しいですけど、ちょっと静かめに攻めてる感じ。まあこの曲を多分かっこよく歌っていくポイントになると思うんですけど、割とこうしゃくり上げるようなニュアンスが多い、割とこうねちっこめに歌っていく感じが雰囲気出るんじゃないかなと思いますね。 Crazy で You gotta be to me 踊れ Fantastic な洋楽みたいな、ちょっとエロく歌うと雰囲気出ると思いますね。うん、みんな大好き中域シャウト。あ、もうこれは葉月さんの代名詞、まあ、いわゆる中域シャウト。葉月さんがほんと昔から、愛用なされてる、まあ通称イボークね、イエーイ、これとかと同じような類のシャウトになるかなと思います。やべ、めちゃくちゃ早口になってた。ちょっとオタクなのがバレるわこれ、やばいやばい。こういう系のシャウトは特に最初の頃ってめちゃくちゃ息の量は使うと思ってもらって差し支えないと思うんで、なるだけ思い切ってあげるっていうのと、あとピッチが低すぎてもなかなか難しい場合とかあるので、もちろんこのあたりは個人差あるんですけれども、ちょっと高いかなと思うぐらいでトライしていくと結構やりやすいかもしれないですね。クソかっこいいです。ここクソかっこいい。これ B メロですね。 A でしゃがんどいた分カッてもうめちゃくちゃの疾走感ね。このシャウトも結構葉月さんの得意技ですよね。このシャウトって声帯でものすごく空気をこうチョップしながら受けるような感じで、はっはっってこう受ける感じのシャウトなんで、こうマイフレーズアタッキーな感じを演出できるので、疾走感を出す助けになってくれたりとか、かなりそこのパートの攻撃力が
上がるんですよね。ここでさっきの地声シャウトで落ちちゃうと、やぞぞ先生やんみたいな感じで、まあ悪くないと思うんですけど、ちょっと滑らかになりすぎるんですよね、多分。トン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 っていうこのアタック感がちょっとないから、葉月さんの場合は、やぞぞ先生やんみたいな感じのニュアンスにやってます。トン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 、こっちの方が疾走感出るんでね。できるだけこう、シーンで、引っ掛けるようなイメージで出すと、このシャウトは出しやすいと思います。ただね、このシャウトはね、まあ、間違えるとね、めちゃくちゃ喉痛めるんで、あんまりおすすめはできないですね。できるのではすごい楽なんですけども。うん。で、最後の部分は、黒い愛がいやってやってますね。こう、地声からずり上げて、最後高いシャウトに持っていくっていうパターンですね。こういう時のポイントは、シャウトにする前のフレーズの部分から、シャウトの準備をしとかないと間に合わないので、黒い愛がいや、黒い愛がいやって多分こういうフレーズだと思うんですけど、黒い愛ぐらいから準備して嫌に行かないと多分間に合わないので。ギリギリで準備するってのは良くないかもしれないですね。で、こっからサビって感じですね。鬼ほどキャッチーなサビきました。ここめちゃくちゃ頭に残るんですね。刻み込まれるわ。ついついこう口ずさみたくなるようなサビなんですよね。キーボードもソロならではなんですけど、やっぱいいアクセントになってますよね。このサビのこうすごく開けた感じ、この展開をすごい助けてる感じがしますよね。すごい入ってきやすいっすね。スッと。で、サビに関してはポイント3つあるかなと思ってて、まず1個目が、しゃくりとフォールをうまく使ってあげるっていうのが1つ。で、もう1個が、全体を通してちょっとこう、気だるめに歌ってあげるといいかなっていうのが1つ。で、最後に、フレーズの終わり際でちょっとこう、細かいがなりが出てくるんですけど、そこもちょっとこう、再現してあげるようにすると、この3つを守ってあげると、結構雰囲気出るんじゃないかなと思ってて、例えばフラットに歌いすぎると、指先 blazing, blazing and falling down。 まあ、いいんですけど、ちょっと軽いんですよね。で、ちょっとこうじゃあ、1個目のこのしゃくりとフォールをうまく使って、指先 blazing, blazing and falling down みたいな。最後、ってこう、ちょっとこう、それこそフォーリングダウンさせてあげて、入りはこう、ぐわっと結構重ためにしゃくった方がいいと思いますね。その後のフレーズもちょっと重めに、重く入ることによって厚みをつけることができるので、指先ぐらいじゃなくても、指先ブレーゼぐらいやっちゃっていいんじゃないかなと思います。でね、これ細かすぎるからポイントに入れなかったんですけど、ちょっとビブラートの部分を高めに、ビブラートかけてあげると、ちょっと葉月さんっぽくよりになります。指先ブレーゼみたいな、ちょっとこう。半々音ぐらい高いみたいな感じにすると、よりっぽくなるんだけど、これちょっとオタクすぎるので、ポイントには入れてないですが。はい。で、今歌ってる中に含まれてるんですけど、ちょっと気だるめに歌った方がいいですね。ハツラツっていうよりは、ちょっとこう、指先 blazing, 指先 blazing だとちょっとこう、ヒーローもののオープニングみたいになっちゃうから、指先 blazing, blazing and falling down。 気だるめに歌ってあげるっていうのがポイントかなと思います。で、この指先 blazing を2回繰り返すんですけど、2回目のお尻は I'm falling down, down、 ちょっとこうがなりが入るんですよね。で、ここのがなりに関しては falling down, down みたいな感じのがなりじゃないんで falling down, down、 こういう感じのがなりになりますので、っていうこの3点を守ると結構それっぽくなるんじゃないかなって思います。カバーしてちょっとだるめに、今の来た、キーもいいね。で、ここが、みだらにっていうフレーズなんですけど、みだらにのところが、だらに、だらにっていくと、結構それこそ葉月さんっぽく歌えるんじゃないかなと思います。めちゃくちゃいいサビですよね、これ。この、細かいがなりですね。
突き抜けまくってる肺がやばすぎる。おい聞かせてくれ。いや乗っ取りますね、乗っ取りますよ。あーもう支配してるもん、この空気を支配してる。ちょっとこうドラムのフレーズも変わってね、ちょっとこう半分ぐらいになってこうなっていいですよ。めちゃめちゃいい。いいっすね、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 いいっすね。しかもこれ、葉月さん、ガテラルされてますよね、これきっと。いいですね、ここ。ここ、散りばめられてますね、これ。細かいのがすごいいっぱい。いいですよ。最初、ちょっとこう、メタルコア系の、ワンマイガイみたいな感じのシャウトが挟まって、最後は、血を這うようなガテラル出してからの、ヒュッてこう、画面外に消える灰を出すみたいな。ここでもう、サンド美味しいもんね。真ん中出て、低いとこで高いとこ出てみたいな。欲張りセット。ここは、原曲では、水の、スクリームでやられてるはずです。水ガテラルですね。で低いところはやられてたはずです。ライブだとフレーズにちょっと差が出ちゃったりとか、っていうのもあるので、ハキでやられてるんじゃないかなと思います。ごめんなさい。あっかっこいい。ここ好き。ここちょっとすいません、ちょいちょい止めないと申し訳ないんですけど、アキノリさんのベースのアキノリさんの、僕このアクションすげえ好きなんですね。昔からめっちゃ好きなの。ちょっと見ていくよ。クソかっこよくない？これもう蹴られたいもん。70回ぐらいはせめて。うん、これ好きなんで、もう本当マイライブ本当にやっていただきたいです。楽しそう。葉月さんも楽しそう。ここ楽しすぎる。ここ楽しすぎるよ。ここ楽しすぎて、あのこれライブ僕お邪魔させていただいたんですけど、鳥肌立ちましたね、これ当日は。ちょっと飛んでみてよサビでっていうところを葉月さんが言ったんですよね。でその後のこのサビの感じなんですけど、ここ楽しいな。一体化しとる。めちゃくちゃいいね、ここね。会場も揺れて心も揺れて、ハートフルな瞬間ですよ、ここ。めっちゃいい、めっちゃいい。めちゃくちゃいいもん。はい、落として落として、素晴らしすぎる、最高。何かっこいい、かっこいい、かっこいい。かっこいい。今の最後の何、最後のフェイクみたいなところ何ですか、あれ。
こんなぶっとい G シャープからすっごい細かい高いところに移行してますよ、この人。何気にエグいことされてますよ、これ。ありがとうございます。めちゃ良くないですか、これ。初ライブですよ。なーにこのクオリティは。この映像を見るたびに寿命が2年伸びるんだよね、マジで。皆さんも見ましょう、本当に。でね、まあ、あの歌の方も今回の動画で解説しただけでもかなりの多くのテクニックを使ってらっしゃって、まあ、やっぱシンプルに出せる声の多さっていうのはすごくこう大きな武器になるなっていうのを証明している映像だと思いますね。まあ、序盤にも言いましたけど、やっぱそのリンチのサウンドとはちょっとやっぱ違う、まあ、リンチも楽しめて、葉月さんのソロも楽しめてみたいな、やっぱさすがそこはリスナーのことを考えて、大事に考えてらっしゃるなと思いますね。かといって、その葉月さんの色っていうのが消えるっていうことはもう一切なくて、葉月さんの曲やなっていうところはもう全面に出てますよね。本当に早く抱いていただきたいなと思います。その感じで、大興奮のヒロイン、葉月さんの初ライブの映像をご覧いただきましたけれども、もう勉強になるし良さしかなかったというところで、今日の動画面白かったよという方、ぜひグッドボタンとチャンネル登録まだお済みでない方はチャンネル登録をよろしくお願いします。ということで、マホンがお送りいたしました。バイバイ。